打順はトップに帰って鍵を先ほども打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。山崎まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか。ボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。3球目は何で来るか。変化球がインコースに決まります。ワンボールツーストライクです。打った高い打球、レフトが追いかける、追いか入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからの変化球、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ5対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を5点と突き放しました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。見事ですよね。またしても点が入りました。序盤で早くもリードを広げています。